はるみさん、こんにちは。かんでしということでね。まあ、昨日はですね、ツイッターにね、DM がめちゃくちゃ来たわけですよ。これがなんでかっていうと、 まあ、昨日はね、ツイートもしたんですけども、まあ、こんな感じにですね、名前も一緒やし、コメントも一緒っていう人が現れたわけですよ。しかも、この人ね、今、レートこれ下げてる途中なんですよ。ってことは、これから高レーと狩りをする準備をしてるってことにもなるし、あとは、あの、普通にね、煽りもしてくるっていうことで、あの、関さんっ煽りしないですよね、みたいな DM がね、3、4件来たわけですよ。昨日だけでね。なので、あの、結構人数やってると思うんですけども、まあ、ここでね、面白いことがあって、まあ、どんなことが起きたかっていうと、 僕ね、毎週土曜日ねライブ配信ってのをしてるんですけどもまあね昨日はねあの、フレマ配信してたわけなんですよ1ヶ月に1回ぐらい僕それやってるんですけどもまあその時にですねこの先ほど言ったキャラゲーの極み乙女っていう人がね来たわけですよこれめちゃくちゃ面白くないですかなのでどちらがね本物のキャラゲーの極み乙女かっていうね対戦をしてきたんでよかったら今からね流していくんで見ていってくださいどうぞキャラピックあ出たハムカツやん この人あれやで。あの、めちゃめちゃ今、レート下げてる人。<laughs> 主人公だけでレート下げてて、煽りもするっていう噂の人やね。DM にも何人か来たわ。3、4人来たかな、今日で。<laughs> よいしょ。さあ、どちらが本物か勝負しようじゃないか。<laughs> よいしょ。相手の変数何やったっけちょ、リーダーに関してはルカで勝てんねんけどな。リーダー以外は誰かな。誰がおるやるね。ありがとう。 リリカリリカか。俺も、一時のな、リリカ、一時ってか、あの、一回企画で、リリカ出張したら強かったみたいな動画出したんやけど。ああ、前の方で撮りすぎたね。まあ、しゃーないね、これは。うーん。三笠ボレでクイックムーン強いんじゃないかな。ああ、俺分からへん、三笠。うわ、出た。めっちゃ出張する系の人系。嫌やな。それで言ってくるんやったら、俺、ミクでいこうかな。うわ、めっちゃ出張してくんな。そんな対策しとらんけどな。<laughs> よいしょ。 これでちょっとスマムコをつけれたらベスト。うわ、神やん。<laughs> 言った瞬間にスマムコをつけれるものはマジ神やな。これでまあ空中地面向こうやからダメージが入れへんのとスライスで時間稼ぎできてあえてボレーもできひんっていうね。素晴らしいですね。中野ミク入れてる理由はこれなんですよ。あと、誰やったっけ誰かも対策するので入れてるんやけど。えウソやん。空振った信じられへん。<laughs> やってんな。持参か嫌や,やな。わ、あれなにスペシャルはないよな。あえて SS 来るだけやんな。あ、SS も打たんやろな。リバイル打つのやろな。 あぶね SS 打たれかけたってことはあえて SS たまるから警戒しとかなかね悔しいいいわいなよいしょこれあれかな SS 打ったら体力回復するみたいな能力あったから中のミクちょっと忘れたなあったらいいねんけどなあったら体力なくなりかけんときに SS 打ってちょっと体力をどうにかするみたいな作戦をしたかったんやけどああ増えへんね ドロップってわードリンクとか取りたい人間がなちょっとこの地味とこのトゲトゲが邪魔やねんなよしあ取れた取れたオッケーオッケー <laughs> しかもこれマッチソーダもあるから体力管理は割と楽やったりするんよねよいしょああえて終わったやんと意状態俺いいへへへスマムコをつけてもう体力も結構大丈夫といけるねこれはうんその子でくるかはい強い <laughs> よいしょまた相手てリバイでくるんかなよいしょ。あ、あ、俺だけおこがもこついてるわ。残念。ヘヘヘヘどんまい。あ、ちょっとラグ目やってる、ね、今。よいしょ。やべ。あぶね。よいしょ。いいね。ミクつえー。<laughs> ジェンダーさんどうしたよいしょ。 いいはい勝勝ちちははい、い、我が本物です <laughs> 俺のやね、はい、というわけではいかがでしたでしょうかまあねあのー、キャラゲンの極み乙女対決っていうのをしたわけなんですけどまあ僕ね勝ててよかったかなと思いますはい <laughs> でまあ今からですねまあ,あの昨日やったライブ配信で面白かった試合っていうのをね流していこうかなと思うんで今からね見ていってくださいどうぞ時代のラケットのギアショなんですかああこれ 体力150回復するっていうの2回打てる強いミスター、見たナンバー4とナンバー6ついてるってことは今までにタワーで4位とか6位取ってる嘘みたいに強い人だやん <laughs>。勝ちへないって <laughs>。最近強い人と当たってないねんって。ちょっとちょ待ってよ。ちょっと、いきなりそれはちょっとびっくりするって <laughs>。あやばい。フォアガニ打ってもうた。やばいやばい。ほんで親が電話あんでめっちゃうるさい <laughs>。あらっ、OK? け相手一説溜まったんかな 相手編成なんやったっけ誰誰誰あ、ルカで来るルカミラーか。わぁ、SS 触って嫌やな。撃たないでまだ。よいしょ。俺はもう、ボレエリアで取る。オッケーもう、あ、おし、でかいでかい。いや、でかいよ。初めに出ててマジでかい。お疲れ様って。<laughs> 自分で言うそれ大体煽る人が、相手が使うパターンの、あの、スタンプやのに。<laughs> よいしょ。やば。極力陣笑いようにと、フォア側じゃない方。バック側に撃つっていうのが結構大事。ルカミラーって割とね。 よしほんで、ロブも割と大事。相手がめっちゃ前に来てるときね。よいしょ、あ SS 溜まってるやろな。あ、オンズやった。やっぱな、靴のスロットスキルを厳選してるって大事。<laughs> 初期闇の衝撃波はロマンと爽快が混ざってる。間違いない。<laughs> よいしょ、これね、この子に変えたミスかもせえへんね。相手知る上だけと思ってるしね。よし、ああ、そうか。10秒かこうのやつね。まあまあ、これはスルーでいいでしょ。ほんで、まただってルカでオンズライン S 打ってるから、 まあこれは作成の位置やと思っとこうぜ。よいしょ。しょほんであのルカ多分な、陣がもうじきなくなると思うねんな。腹パンだけはすんのよ俺。頼むから。OK、ナイス。あ、これ勝てんじゃね ?4、1までいったら。結構いいよ。頼りです。めちゃめちゃ僕んされました。うますぎです。ありがとう。飲んである。タイヤ D。<laughs> あ、本気だ、セーレノアは。ちょっときついかな。SS ももうじき打てるやろうしな。よいしょ。いぼれちゃうお、こった。やった。<laughs> たまたまでも勝てたんは嬉しい <laughs>。で、冬休みだから OK です。あ、そうか。みんなもう冬休みか。俺も今日か昨日か。昨日から冬休み入ったからね。まあ、楽しいよね。おー、これ勝手に戦いきたいな。ただ、とりあえずオスクローマジで強いから勝てる気せえへんっていう問題はあるんやけども <laughs>。とりあえずアナゼで勝てませんあ、勝てんじゃ知らんけど。俺アナゼ持ってないからあれやけど、普通にトレオスは強い。よいしょ。俺セレクションマッチさー。 セレクションマッチってっけあの、なんか、トレオスとか当たるかもせえへんみたいなガチャあるやんか。ガチャってか、あの、イベントあるやんか。あ <laughs>、相手あれやね。無反応しとったな。かわいそうやな。<laughs> 気,になね、<laughs> 気にしないで、了解。えっと。な何話してたっけ忘れちゃった。ごめんなさい。<laughs> 何かしら想像して、俺が今、話そうとしてたこと。よいしょ。シーベーだけ。あいて、SS 回転率上がってるやろな。よし、取れたのでかいよ。ダンス確定強いな、シンプルに。 こっち。OK、2択成功。あ、くそ。しゃあないね。とりあえず練習したこれで今めっちゃメタられるか無理。あ、そうなのメタられるのこのキャラめっちゃ強いな。なんか俺ラインズマンシャルでいっても勝たれへん,んな。俺の世界一のキャラゲーキャラでいって。え、待ってラインズマンシャルに変えたつもりやったのに。え <laughs> えこいつ、こいつでいこう。よいしょ。しゃあない。これスルーしてラインズマンシャルで S 打つのは違うわ。よいしょ。 行け俺のカーブショット相手で着弾で見えてたりせんよな、ね。セリナってそんな能力あったっけちょっと全然知らんねえな。持ってないから。持ってないキャラってマジ性能知らんこと多いよな。よいしょ。ああ、ついてないね。だからまあスルーしたんかわからんけど。もしりさんが取り寄せリヴァイの弾全部ボレーしてたの強。さすがやな。あの人マジバケモンやからな。<laughs> ランカーさんでマジバケモンやな。普通に強すぎる。あ、待って。これ、スライスインしちゃった。やば。やば。しかも、ノクバするし。 しかも滑るようになってんじゃんこれ今雪属性になってんやん終わったーこれ負けたやろあでも雪属性かこの子ワンチャンあるなそれやったらこのラケットで打って決めてやばいやばいオッケーオッケーほんでスペシャルスペシャル早く打たないとやばいほんまやばいんまにやばい,やばいちょっ待ってつらいゾーになってるかスペシャルとかちょっとやや,やこしかった今あらっきでかいでかいマジ危なかったー <laughs> いやーきついねよいしょ相いでひえんくるんからまだこうへんかなどっちやろどっちやろわ怖っ よいしょ後ろ下げてもう一回後ろ下げたろ <laughs> 決まった <laughs> このスペシャル強すぎこれまた打てんねやろほんでただあ手てあれやねあのルナティックモードみたいなやつやからここだけ注意しないと連続ルのやめようからさっき連続ルだやったからもうバレてるかなよいしょ <laughs> 取れちゃ取られちゃったあオッケー取れたでかいあでかい そのスペシャルドレーターマジででかすぎるやろ。あ、こっちじゃない。絶対こっちじゃない。あ、決まったんじゃねおい、ナイス。割と強い。やっぱ空中地面向こうあるって結構いいよね。いろんなキャラに勝てるのでかい。モードでいろいろ性能変わる。そう。変わるんがマジ性能覚えられへんのがきついよな。それが次のところです。はい、とりあえず、まあタワー終わったね。今からね、フレーバー、あの、一個ずつやっていきたいなと思います。